皆さん、脳みそ汗かいてますか？中学校社会科歴史的分野第2節、日本列島の誕生と大陸との交流、日本列島の誕生と縄文文化の学習を始めます。教科書は32、33ページです。今回は大きく2つの内容で進めていきます。1つ目は日本列島の誕生、2つ目は縄文文化についてです。それでは1つ目、日本列島の誕生です。教科書32ページ資料1の地図や写真を見ましょう。資料からどんなことがわかりますか？ノートに書いてみましょう。できましたか？それでは進めていきます。今から2万年前、地球は氷期と間氷期が繰り返される氷河時代でした。氷河時代って何だったっけと思う人は教科書22ページで確認しておきましょう。氷河時代の海面は現在の海面より100メートル以上も低く、日本列島は大陸と陸続きになったり、狭い海峡で隔てられていました。この青い線が陸地だったところを示しています。その影響で大型の動物であるマンモスやオオツノジカ、ナウマンゾウ、ヤギウなどが日本に住んでいました。ではこの当時の人々はどんな生活をしていたのでしょうか。まず道具についてです。教科書32ページの資料2を見ましょう。これは以前も学習した打製石器ですね。日本列島でも氷河時代に打製石器が使われていたのです。この打製石器を使い動物を捕らえて食料にしていました。次に食べ物です。人々は先ほど伝えた動物や植物を採集して食料としていました。最後に住居です。人々は10人前後の集団を作り、簡単な草吹きの小屋や岩陰などに住みながら獲物を追って移動しながら生活していました。そして火も使用していました。では人々は他の地域の人々と交易があったのでしょうか。教科書32ページ資料3から分かることをノートに書き出してみましょう。できましたか？この資料から分かることは、黒曜石やサヌカイトがそれぞれの原産地から離れた場所で見つかっているということです。今持っているのは黒曜石です。この資料から朝鮮半島でも見つかっていますということがわかります。つまり人々は遠く離れた地域の人々と交易していたということがわかります。そして1万年前に氷河時代が終わり、
氷が溶けたことで海面が上昇します。そして現在の日本列島の姿がほぼ出来上がるということになります。ここまでが内容1です。理解できましたか？次に内容2の縄文文化についてです。まず教科書33ページの資料4から分かることを、道具、食べ物、住居についてそれぞれ1つ以上ノートに書き出してみましょう。できましたか？それでは道具についてです。資料5のような土器を見たことがありますか？きっと小学校の頃も学んだと思います。これは縄文土器と言います。色や文様に注目してみましょう。低温で焼かれたので黒褐色をしています。また表面に縄目のような文様がつけられています。この土器を使って人々はどんぐりなどの木の実を煮て食べていました。この頃の文化を縄文文化と言います。次に食べ物についてです。縄文時代から植物の栽培は始まりました。しかし資料4の絵や縄文人の生活カレンダーから分かるように、海面が上昇したことで魚介類が豊富だったこと、そして動物や木の実も豊富だったことから、農耕や牧畜は発達しませんでした。資料4の絵の左下に穴が掘られていて、そこに何かを捨てている人がいるのが分かりますか？見つけられました？それは食べ物の残りかすなどを捨てた貝塚です。最後に住居についてです。人々は集団を作って食料が得やすい場所にとどまりました。そして教科書33ページ資料6のような縦穴住居に分かれて住んでいました。この頃大人になったことを示す儀式として罰し、死者の霊の災いを伏せるための屈葬、そして豊かな生産を祈る土偶が作られました。このようなことは前回学習した宗教の起こりとのつながりも関係していますね。縄文時代の人々と大陸から移り住んできた人々が混じり合い、長い年月の間に共通の言葉や文化を持つ人が日本列島に広がりました。1万2000年前ほど前から4世紀頃に大陸からあるものが伝わって人々の生活は変化します。そのようにして次の時代へと緩やかに進んでいきます。それではここまでが内容2です。理解できましたか？今回の学習のまとめをします。縄文時代の人々の生活の特徴を道具、食べ物、住居に着目して説明してみましょう。それではまとめを書いてみましょう。できましたか？縄文時代には人々は黒褐色、縄目の文様がついた縄文土器を作り、どんぐりなどの木の実を煮て食べるために使用していました。ここまでが道具についてです。植物の栽培は始まりましたが、海面が上昇したことで魚介類が豊富にあり、木の実や動物などの食料も豊富にあったため、農耕や牧畜は発達しませんでした。
ここまでが食べ物についての記述です。人々は集団で食料が得やすい場所にとどまり、竪穴住居に分かれて住みました。また儀式や埋葬、祈りなども行われていました。これは前回学習した宗教の起こりともつながります。ここまでが住居についてです。このようにまとめるとすっきりとまとまるんではないでしょうか。どうでしたか。日本列島の誕生と縄文文化について学習を進めてきました。ポイントは資料から分かることをどんどんノートに書いていき、その後分類といって仲間分けすることだと思います。そうすると事実と事実がつながっていき、大まかな時代の特徴をつかむことができます。それでは今日学習したことはいつものように e ライブラリーアドバンスで復習してみましょう。これで今回の学習終わります。お疲れ様でした。